鶴川高校教職員組合の三木ひろ子です。今日は三木ひろ子チャンネルの新しい企画として鶴川高校にゆかりのある方たちと対談をするコーナー、題してひろ子の部屋というのを、配信したいと思います。すでにひろ散歩といって私が散歩をする企画をもう 2本ぐらい動画出しているんですけど、それとはまた別の新しい企画ということですね。これも取りためたりしながらまた時々配信していきますので、どうぞ楽しみにしていてください。それではどうぞ。こんにちは、鶴川高校教職員組合の三木ひろ子です。記念すべき第1回ひろ子の部屋のゲストは森本由紀先生です。こんにちは、よろしくお願いします。森本先生は私が鶴川高校に就職した年に、私がずっとずっと鶴川高校にいようというふうに思った原点とも言えるような先生です。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうして先生は鶴川高校の教員になろうというふうに思ったんですか？私は大学4年になって、前々から教師になりたいと、先生になりたいと、私の母が先生でしたから。そうでしたよね。で、母を見て私も先生になりたいなというふうに思ってました。で、たまたま、学校を選ぶときに 3、4校があったんですけれども、一番そういう意味で紹介をしていただいた方が非常に将来性のある学校だという話を聞いたんですね。で、生徒はどんな方が多いのかなって言ったら、元気で明るくて活発な子たちが非常に多いと、そういう話を聞いて、いや、これまさしくこれは私の場所だなというふうに思って鶴川高校を受験しました。で、その頃は当時の理事長、初代の理事長、すなわち学校の創設者ですね、百瀬康夫先生っていうんですけれども、彼が面接をしてくれて、で、それで合格ということになりました。何せ私はどちらかというと高校時代ぐらいまでは勉強があまり好きじゃなくて、そうですか、もうなるべく勉強しないように努力をしていたような状況の中で、決して褒められるような生徒ではなかったわけですね。で、そういう意味でやっぱり勉強して学習をしていろんな知識を得るってことがどんなに大事かってことを、だんだん分かってくることになって、そういう喜びを少しでも時代を担う子どもたちに味わしてあげたいなと、で、一緒に勉強したいなという、そういう気持ちで鶴川高校を選んだと、そういうことですね。なるほど。だから先生の授業、ああいう授業があるんですかね。ああいう授業ってのはよくわかりませんが、いや、私ね、実はすごく思いのことって、実はこの教師は諦めないの中にも書いたんですけどもね、もうとにかく鶴川高校に私が採用されてきた時は授業全く成り立たなかったんです。でもめちゃくちゃで、それで私の方が不慣れだったわけで、もうしょんぼりしてた時に先生が授業見においでって言って言ってくださって、そしたら私の授業の時には全くもう話聞いてくれなかったような子たちがみんな夢中になって先生のね、授業を受けていて、それを見て、ああ私が勉強不足だから悪いんだってね、すごく思ったのを覚えてます。なるほどね。はい、そういう意味では知らないっていうことがいかに貧しいか、それから知った喜びがいかに嬉しいか、これがね、私にとって授業をやる上での子どもたちに、生徒たちに接する時の態度なんですよね。だから知らないことっていうのは、人が会話をしててその会話の意味がわからない、単語の意味がわからない、で、話している内容が全然わからない、こんな辛い寂しいことってないですよね。そうですね。と同時に、知った時の喜びっていうのはまた新たな希望を生みますよね。そういう意味で授業は、そういう意味でその知らない子どもたちに
あの喜びを与えたいと、知って喜びを知ってほしいということで、まあ、やるっていうのが私のやり方だったから、だからまあ勉強嫌い、もともと勉強嫌いな子どもたちが多い中で、あの少しでもそういう意味であの勉強したいな、学習してよかったな、鶴岡高校に入ってよかったなって思えるような、そういう授業を展開していきたいというふうに今思ってあるんですね。で、あのみんながものすごくこう生き生きと発言したりね、うん、もうすごく参加してるっていうのはね、うん、はい、うん、あのやり方は初めからああいうやり方だった。いやいや、あの、ね、最初はね、どちらかというと怖い先生で有名だったんですよ。そうですか。もうあの死後一切しない、下手に笑うと怒られる、この生徒たちにとってはね、なんかすごくそれがあの、まあ、印象深くもあるし、怖いし、でも集中するしってみたいな、そういう状況で、あのそれがいいとか悪いとかよりも、まあ、今から考えたら決していい状態ではなかったと思うんですけれども、そういう意味で怖い先生っていう緊張ある授業っていうか、そういうやり方だったような気がします、はい、それを転換したのはどうしてだったんですか。それはね、やっぱりあの生徒たちは本来非常に弱い立場に置かれていると。で、一番本当は中心になって力をもりもりつけていかなくちゃいけない、その生徒たちが非常にこう権利もそれから人権も十分に保障されない中で非常に弱い立場にあるなっていうことを、自分の組合運動を通して差別を受けていく中で実感したわけですね。ああ、まさしく同じ立場なんだな。だこの子たちにやっぱり寄り添うことが自分の教師生活の中であの一番あのやらなくてはいけないことなんだなって思った時に、自分の教師としての権限だとか権威だとか、そういうものは問題じゃないと、それでもってやるような授業はあの本当に授業ではないというようにまあ思うようになって、で子どもたちに寄り添って、で子どもたちと共に一緒に学ぶという姿勢に自分自身が大転換していったんですね。非常に矛盾もあったんですけれども、で子どもたちも当時戸惑ったと思うんですけれども、でもまあそれそういうことをやることによって4年5年6年10年かけてあの今ミキさんが言ったような授業の展開っていうのができるようになったと。そして子どもたちが1時間のうちで1回は声を出す、1回は発言する、そういうような、みんなが参加する、一人一人自分は関係ないやじゃなくて、私がここに参加してるんだっていう、そういう実感を持って、そして事業を自分たちが作っていくという、そういうスタイルを何としても作りたいと思うことで、必ず声を出す、発言をするっていう、そういうスタイルを取るようになってきたということです。そうなんですね。じゃあ私がだから見に行った時にはもうそれがかなりねできていたということですよね。そうですね、はい、もう本当にね、ものすごい印象にあります。ありがとうございました。私は本当に勉強しなくちゃと思って、それが鶴岡高校にねいるようになった原点にもなったんですけど、いかがでしたか。あの森本先生との対談はまだまだこの後続きがありますので、次回どうぞお楽しみに。